ハニューゆずの美しさをプレナーで捉える。ファンタジー・オン・アイス2024愛知公園で見せたニコン 135mm レンズの魔法。ハニューゆずという名前を聞けば、その圧倒的な技術と美しさで、表情に魔法をかけるスケーターが頭に浮かぶだろう。彼のパフォーマンスは、ただ技術的な精度にとどまらず、芸術性、感情表現、そして観客との一体感までをも引き寄せる力がある。 そんな彼が出演する「ファンタジー・オン・アイス2024イン・アイチ」の舞台では彼の圧倒的な存在感を捉えようと多くのカメラがその瞬間に焦点を合わせた。そしてこの特別な公演の美しさを余すことなく記録するために使用されたのがニコンのニッコル Z400mmF2.8TCVRS およびニッコル Z135mmF1.8S プレナという2つのレンズだ。 この公園では、距離がある被写体には 400mm のレンズが使用され、スケーターが近づいてきた瞬間には 135mm が活躍し、細部までを鮮明に描写する役割を果たした。特に注目すべきは、この 135mm の単焦点レンズ、プレナである。単焦点レンズというのは、ズーム機能を持たず、固定された焦点距離で撮影を行うタイプのレンズだが、その代わりに非常に高い解像力と、 優れたボケ味を提供する特にプレナーはそのボケ味が非常に美しいことで知られまるで無限的な雰囲気を作り出す公演中表情を舞うスケーターたちが照明のスポットライトに照らし出されるその瞬間その周囲の背景が滑らかなボケで溶け込みまるで舞台そのものが浮かび上がるような感覚を与える羽生譲弦の演技の一つ一つの動きがこの1 3 5ト、mm、ルレンズによって非常に立体的に そしてクリアに記録されたのだ。ファンタジー・オン・アイスという舞台は、単にスケート技術を披露するだけのショーではない。音楽と光の演出が表情の演技に融合し、まるで夢の中にいるかのような体験を観客に提供する。このショーは毎年、トップスケーターとアーティストが共演し、観客を感動させることで知られているが、2024年の愛知公演も例外ではなかった。羽生結弦をはじめ、 冬季オリンピックで輝かしい金メダルを獲得した選手たち、そして世界選手権チャンピオンであるハビエル・フェルナンデスなど、そうそうたるスケーターが集結し、その一瞬一瞬がカメラマンたちの視線を奪っていた。今回、使用されたニコンの Z9 というミラーレスカメラは、プロフェッショナルなカメラマンに愛用される最高峰のモデルだ。高速なオートフォーカス機能と、低光量でも驚異的な描写力を持つこのカメラは、 光と影が絶えず変わるアイスショーのような環境でもその力を発揮する。特に照明が多様に変化する演出の中でも被写体をしっかりと捉え続ける追従性能はまさにスケーターたちの優雅な動きを完璧に捕まえることができる。このカメラと 135mm レンズの組み合わせによって羽生ズルの演技がただの写真ではなくまるで観客の目の前で演じられているかのような臨場感を持って記録されたのだ。 135mm のレンズは、ズームレンズのように焦点距離を調整することができない。しかし、その焦点距離がもたらす絶妙な視点は、スケーターが観客に近づいてくる瞬間を逃さず捉えるのに最適だ。ハニュー・乳ズルがステージ中央から華麗にスピンし、リンクの端へと滑っていく瞬間、カメラマンは 400mm から 135mm へと持ち帰る。135mm レンズがその役割を果たすのは、 スケーターが観客に接近したその瞬間であり、まるで手を伸ばせば触れられるかのようなリアルな感覚を写真に刻む。このショーの特徴の一つは、スケーターと音楽、そして照明の絶妙なバランスだ。スモークやレーザー、そしてスポットライトが、演技をより一層際立たせる。そのため、カメラマンにとっては非常に難しい環境での撮影となる。特に、照明の強弱やスモークの効果によって、 被写体が一瞬で消えてしまうこともあるしかし、プレナーのような高性能レンズは、そんな厳しい条件下でも見事に被写体を捉え、しかもそのボケ身によって写真全体に深い奥行きと幻想的な雰囲気を加えてくれる。また、135mm という焦点距離は、スケーターの全身を収めるのに非常に適している。リンク全体を見渡す広角レンズや、スケーターの顔の表情まで捉える超望みレンズとは異なり、 135mm はその中間の距離感でありながら、適切なボケ、味とシャープさを持ち合わせているため、スケーターの体の動きや相性のディテールまで鮮明に描写することができる。この焦点距離で撮影された羽生結弦の演技は、そのスピード感と優雅さが一枚の写真に凝縮され、見る者の,の心を捉えて離さない。このショーでは、ペアスケーティングやアイスダンスも披露された。特にペアスケーターたちが二人一組で行う演技では、 スケータータ同士の距離感や動きのシンクロが重要な要素となる。ここでも1 3 5ト、mm、ルのレンズが力を発揮し、2人のスケーターがまるで一つの存在のように滑り続ける様子を、美しいボケ味で包み込みながら撮影することができた。このような描写は、ズームレンズではなかなか難しいものだ。単焦点レンズ特有の改造感とボケ味が、観客にその瞬間の感動を再び思い起こさせる写真として形に残るのだ。 ハニューゆズの演技は、その美しさだけでなく、技術的な精度と表現力が完璧に融合している。彼のスピンやジャンプ、ステップシークエンスの一つ一つが、まるで表情に死を書き留めているかのような印象を与える。そんな彼の演技を、カメラという媒体でどう捉えるかは、カメラマンにとっても大きな挑戦である。ハニがリンクの端に滑り込むその瞬間、135mm のレンズは彼の全身をフレームに収め、 まるで写真が彼の動きを追いかけるかのように瞬間を切り取る。そして、その背後に広がる幻想的な照明や氷の上にマウスモークが、写真全体に深い感動をもたらすのだ。ファンタジー・オン・アイスは、毎年春から夏にかけて日本各地で開催されるが、2024年の公演は特に注目を集めた。なぜなら、羽生結弦というスケート界のスーパースターがこのショーの中心に立っていたからだ。 彼のファンにとって、このショーは彼の演技を目の前で体感できる貴重な機会であり、その瞬間をカメラ。に収めることは、ファンだけでなくプロのカメラマンにとっても極めて重要な挑戦だった。波乳ゆずルの演技は、まるで絵画のような美しさと、技術的な脅威を両立している。そのため、彼の一挙手一投足をどう捉えるかは、単にシャッターボタンを押すだけではなく、光と影の微妙なバランスや、 動きの一瞬を見極めるカメラマンのセンスが試されるものだった。特に今回のショーでは、ニコンの Z シリーズのカメラとレンズの組み合わせが、その繊細さを余すことなく引き出す役割を果たした。135mm レンズは、単なる距離感を埋めるための道具ではなく、被写体をより豊かに、そして深く表現するための重要なパートナーであったと言えるだろう。羽生結弦がリンクの上で繰り広げる技術と感情の融合は、 観客の心をつかむだけでなく、カメラのフレーム内に永遠にその美しさを残す。その過程において、135mm のプレナレンズが持つ特有の柔らかなボケ味は、彼の動きをさらに引き立たせ、まるで観客が直接その場にいるかのような没入感をもたらす。さらに、135mm という焦点距離は、羽生だけでなく、他の出演者たちの演技をも見事に収めた。 ジャンプやスピンといった高速な動きはもちろん、アイスダンスのようなゆったりとしたペアスケートの演技でも、背景との距離感や空間的な広がりを美しく捉えることができた。このように、135mm レンズは、どの瞬間にもその適応力を発揮し、スケーターたちのパフォーマンスを最大限に引き立てる役割を担っていた。スケートの世界は、単なる技術競技を超えて、芸術としての要素が強い。その中で、 ハニュー・ユズルのようなスケーターは、表情の芸術家とも呼ばれる存在だ。彼の一瞬の表情や、全身を使った表現力は、言葉では表現しきれない感情を観客に伝える。その感動を写真として形に残すためには、レンズの性能はもちろん、光の変化や瞬間的な動きに対応できるカメラの性能が欠かせない。ニッコール Z135mmF1.8S プレナというレンズは、 まさにその要求に依頼、羽生結弦の演技を最も美しい形で捉えるための理想的なツールであった。また、このレンズの特徴的な点として、F1.8 という明るさが挙げられる。アイスショーは通常、照明の変化が激しく、暗い場面や強い逆光の中での撮影が求められることも多い。しかし、F1.8 の明るい開放絞りを持つ 135mm レンズは、 暗い環境でも驚異的な描写力を発揮しスケーターたちの動きを逃さず捉えた。この点でも、羽生ズルのようなアスリートの演技を最高の状態で撮影するために、最適なレンズであったといえるだろう。アイスショー「ファンタジー・オン・アイス2024」は、音楽、光、そしてスケート技術が絶妙に融合した舞台であり、その美しさは一瞬たりとも目を離すことができないほどだった。 羽生結弦をはじめとするトップスケーターたちの演技は観客だけでなくカメラマンたちにも新たな挑戦をもたらした。特に 135mm のレンズはその焦点距離がもたらす視点の独自性と背景を溶かし込むような美しいボケ味で彼らの演技を一層引き立て記憶に残るショーの瞬間を永遠に切り取ることができたのだ。